生まれはロシア、舞台は東京、ピロシキーズです。実はね、先ほど100円ショップ、新宿にあるね、キャンドゥ、結構大きめの100円ショップ買い物に行ったよね。ごめん、ギャランドゥってギャランドゥじゃない、失礼、キャンドゥに。ギャランドゥ好き、俺も割と好きなの。いやんな、回したい。ロシアに帰るときってお土産を満帆にしてさ、みんな帰るやん。どこでお土産買うことが多い？駄菓子屋さんとか行ったり、100均に行ったり、薬局に行ったり。そう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 。今日の企画は何ですか？ロシアにお土産として持って行って喜ばれそうな100均アイテムを買った。イエーイ！それよ。難しい、なんて説明していいか分からへんかったんけど、100均でこれ買っていったら喜ばれるでっていう。確かにアレちゃんが言ったみたいにドラッグストアとか行くよね。めっちゃサプリメントとか、なんかロシアでね、結構偽サプリメントとか多いらしくて、そうそうそう、日本のは信用度が高いからね、うん、と目薬、薬としての目薬はあんねんけど、日本みたいにこうクールにするとか充血を治すとかそういうのがあんまないのと、あとやっぱ安全性っていうので目薬はみんな間違いなく喜んでくれる、うん、あ、石鹸とかそれは今日買ってきたから別にいいじゃないですか。もうちょっとアレちゃん言っちゃったけども、でもさ、ロシアの人をでも今驚かせるとちょっと難しくない？昔は、うん、何でも何持って行っても喜んでたけど、今は100円ショップがロシアにあるからな。今ね、日本の自動販売機も置いてあったりするから、だから今日はちょっと難しかったよね。難しかった。今やもしかしたら喜ばれへん可能性もあるかもないけど、我々が過去に買って喜ばれたものをなんかピックアップして、口に入ったわ今まあ先ほどアレちゃんもうネタバレしてしまったんやけども、うん、石鹸やね、石鹸。アレちゃんが選んだねんけど、ロシアはあんまり石鹸ないの？石鹸あっても海外のものだったりとか、やっぱ成分的なもので日本のものがいいみたいなことを言われたりするよね。石鹸つながりで俺ちょっとこれ入れてみてんけど、ちょっとうちも気になったわ。このものになすりつけて、で水を入れてってやったらめっちゃ泡立つやつ。めっちゃ細かい泡ができるみたいな。そうで、それで顔洗うといいよみたいな。石鹸と一緒についでにこれみたいな感じで会話の種になるような、これどうやんのっていう説明とか、日本の人も変なもんいろいろ考えるなーって思わせるためのものっていうか面白グッズってことだよね。興味深き面白グッズみたいな、うん、ほんでビビーン、分厚いなこれ。あったかい靴下。ロシアの人こういうの履いてる？お家でもお家あったかいから意外とあったかいね。でそれに加えてじゃん、カイロ。カイロ、僕さ、カイロなんでロシアにないの？分からんね。ロシアにはないのよね。ロシアにないといけないものなのにないねん、カイロって。そうそうそう。しかも100円やからさ、100均でカイロってすげえよ本当に。あとあったかグッズが続くけども、靴の中に入れるなんかあったかいモフモフのインソールないよね。こういうモフモフなのが意外とないのよ。これ買い与えるやん。これ外に入っていくから家で履くんちゃうから。日本の家用の暖かグッズはロシアの外用にぴったりってことやからロシアって家の中があったかいからこそ家で履くこういうあったかいものってあんまないんよね実は。こんな普通の靴下履いとったらな怒られるからいつも「これこれ!」って言って「これこんなんあるからこれ履いてきなさい」とか言っておばあちゃん履けんねんこういうの。やるやる。それ履かんと出ようとしたら怒られんねん。シャンプーブラシ、これもないよね。お風呂グッズ少ないんよロシアって。お風呂多分毎日入ってない地域とかあったりするから、あー、なんかあんまりね発達してなくて、そのシャンプーも手でやる以外に考えられへんというか、あんまり体洗うためのなんかたわしみたいなのもあんまりなくて、なんかたわしじゃなくて、なんていうのね、こういうやつね。たわしはパジェロパジェロって言ってフレンドパークで投げて当たるやつやで。圧縮袋、掃除機でって吸うやつ。やばい、今めっちゃ吸ったなそこが笑いポイントこれでも普通のどこの掃除機でも突っ込んだらできるってこと？そう、ここでこうできるの。じゃあやってみもっともっといや、顔隠さんと顔は見えるようにこうやめろよ。アレちゃん選んだこれいや、マスクとかもさ、すごい喜ばれるんだよ。これもな、これさ、すごくない100均で美容液売ってる。そう、美容液みたいね。ハトムギなんちゃらエキスの配合美容液みたいな。これ100円やけど、100円でもちろん100円とは言わへんの。これ高級美容液やでって、ジャパンでみんなが使ってだからみんな日本の人肌綺麗なんやでって言うとみんな、そうそう、これもっとつけようつけよう。効くねん、なんか知らんけどプラシーボ効果。やっぱさ、信じると効くよね。そうやね。でもそれと同じ仕組みでプラシーボ効果を狙って、サプリすごくない？100均でサプリが買えるなんて。よく聞く、ものすごく聞くブルーベリーのやつで認証マークもついてるし、すごい高いねんって渡すのこれ、そしたらどうなの？そしたら意外と気に入ってくれて、次行く時にまたあれ買ってほしいって言ってくれて、1万くれんねん。そう小遣いもらうの？いや、でもそれはさすがにこれ5000円ぐらいしたけど、これプレゼントやから大丈夫やでみたいな感じで。これもなんか本場って感じでね。いやー、もうこれはね、日本はイコール茶だから。で、渡す時もこれコツがあって、ロシアにも緑茶っていっぱい売ってるけど、あれは日本人からしたら偽物だと、本当の茶はこれだと言いながら渡す。結局中身一緒やねんけど、でもやっぱみんな飲んだらさすが日本のは違うっていう風に感じるからあとな、こういうのも喜ばれるよね。お箸、お箸がないからね、ロシアでは。ないのよ、ないのよ。でしかもこれ100円なんだけども、日本ですごく高級な箸だよこれ詐欺なんかなこれもびっくりした。ストッキングが売ってたのよ、100均で。ロシアでは結構なんか破けたりとかそういうのあるから、こういうのとか100均やし、なんか何個も買っていってたりできるような。あとね、マグネットのクリップ、ロシア人って異常に冷蔵庫にマグネットを貼るのよ。意外とね、このクリップ式がないんだよね。便利マグネットがないんだよね。で、コロコロ。コロコロはない。コロコロもね、ない。見たことない。見たことないの。カーペットの文化やから、カーペットの上コロコロしたりとかすると、わあ、こんなん便利やわみたいな感じになって、ほんでな、なんかロシアに日本から買っていった時、買えのやつ、詰め替えのやつ数限りあるから、もううちのおばあちゃん、もうひっつかへんって、もうひっついてませんよみたいなんで、もうずっとこうやるほんで俺が「掃除手伝うわ」って言ってちょっとやって、ほんでビャーってやって、シャーってやって、次のまたやったら「なんでここまだひっつこへんねん、ここまだひっつくのに使わないで」って言って、俺はロシアでこれ触るの禁止されてたんですよあとね、番外編としてロシアのインスタントコーヒークソまずいね。まずい。日本に売ってるマキシムとロシアで売ってるマキシム、全然味ちゃう。そもそもロシアって紅茶文化やから、紅茶には厳しいのよ、全員。ずっと紅茶だよね。 そもそもコーヒーっていうのはね、体温を下げる効果があるから、南国で飲む飲み物なんだよね。体温下げる飲み物を飲むわけにはいかへん、ロシアって寒いから。そうだから最近はコーヒー好きな人も増えてきて、試しに日本のコーヒーを渡したら全然味ちゃう、これめっちゃ美味しいわって言って何回も頼まれてた。でもこれ今ロシアのここが悪いから日本のこれを持っていくと喜ばれるよっていうものやけど、逆にロシア人から見て日本のこれなんでこんなん日本の人食べてんのとかもあんねんよ、実は。だからなんかどっちがいいっていうことをはっきりとこれ決める場所ではないからね。まあとにかくね、いろんな国にいろんないいものがあるんやけども、お互いの国に悪いものもあるから、それを補い合うようなお土産っていうのが一番いいんじゃないでしょうかというところでございますね。それと日本のものはね、何を持って帰ってもの喜ばれるんじゃないかっていうふうにも思いましたね。そんなことよりもやっぱ心じゃないの、何かをこの人のために渡すっていうのがええんちゃうかなと思う。100均でもね。そう。ただ刃物はダメよ。刃物とか武器系ね、まず持ち込みが禁止されている。それだけでは飽き足らず、ロシアでは刃物をプレゼントするということは、もうあなたは敵であるということを見せつけることになるから。